はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今九州新幹線の筑後船小屋駅に来てるんですが、今回この動画はほとんどの桜号が通過する九州新幹線の途中駅、筑後船小屋、新大牟田、新玉田の各駅に行ってきたということでやっていきたいと思います。僕は九州新幹線って何度か乗るんですけど、まあ、筑後船小屋は1回だけ降りたことあるんですが、新大牟田と新玉田ってもう通過したことしかないんですよね。果たしてそれらの駅がどうなっているのか今回ご紹介していきたいと思います。じゃあまずは筑後船小屋駅から紹介いたします。じゃあ駅前がどうなってるか早速見ていきましょう。いやー、しかしいい天気だな。こんだけいい天気だとどっかで寝っ転がりたいという感じですね。で、今筑後船小屋駅の駅前なんですが、いやー、でも新幹線の駅だけどすごいなんかね、高原みたいな感じで、野原ですよ、野原。いやー、すごいゆったりしてる。で、奥にある立派な建物は九州の芸文館ってやつですね。わー、すごいな。ここ今駅前なんですけど、いや、もう本当にもう高原ですよ。駅前だけかと思ったらこんなに広がっていたんだ。いや、いいな。今日こんだけあったかいし、ちょっとね、ここでのんびり動画忘れてピクニックでもねしたいですよね。ぶっちピクニックですよ、ぶっちピクニック。いや、いいな。筑後船小屋駅の改札近辺ですね、この九州新幹線の新しく開業した区間ということで、やっぱりすごい綺麗ですね。ただ人は全然いないという感じです。じゃあ、本題に戻って電車のね話をしていきたいと思います。今回はほとんどの桜が通過する筑後船小屋、新大牟田、新玉田に行ってきたということで、今回の行程はまず筑後船小屋から新大牟田までは九州新幹線で行き、で、新大牟田と新玉田っていうのは、これ鹿児島線と接続していない駅なので、果たしてこれらの駅がどれぐらい在来線の駅と離れているかっていうのも見ていきたいと思います。で、まずは新大牟田まで、新幹線に乗り、で、大牟田から玉田までを鹿児島線で移動して、で、新玉田から熊本まで新幹線に乗るという、そういう感じでやっていきます。新幹線の方の筑後船小屋駅で、今回ご紹介する3つの駅の中でこの筑後船小屋駅は唯一鹿児島本線との接続がある駅なんですね。で、新幹線のホームは結構立派な感じなんですが、在来線の方はすぐでもね、1分ぐらいで行ったところにあるということですね。ただ在来線の方は、こんな感じで、自動改札機がないんですね。今電車が止まっているのが在来線の方の筑後船小屋駅ということですね。船小屋から新大牟田、いや、なかなか買う切符ではないですね。じゃあこれで改札に入りましょう。よし、じゃあまず最初はホームを移していって、で、その後に、桜号の停車駅パターンを解説していきたいと思います。筑後船小屋駅のホームに行きました。で、この筑後船小屋駅っていうのは二面三線になっているということなんですね。対岸が上りのホーム で、僕がいるのは下りホームなんですが、下りホームは12番線と13番線があるんですね。で、13番線にはこれ発車表が出ていないということで、これ13番線いつ使うのかって話なんですが、僕がね、以前乗った深夜の筑後船小屋行きの燕号は確かこの13番線に着いたので、もうそういう時に使うということですね。でもやはり新幹線が今行ったばっかしなので、ホームにはほとんど人がいないということですね。桜号の停車駅パターンを解説していきたいと思います。で、桜号っていうのはこんだけずらーっと大量にあるということなんですが、僕が今回行く筑後船小屋、新大牟田、新玉田っていうのはほとんどの桜号が通過するというわけなんですね。ただこれ夜の時間帯だと各駅に1本ずつ止まる桜号があるということですね。
で桜子の停車駅なんですが、これらの夜の便を除くと、もうほとんどのやつがこの新筑後船橋、新大牟田、新玉名は通過するということ でそこから先の停車駅なんですが、博多から出る燕号っていうのが熊本止まりの場合が多いので、そこから先は各駅停車になる便が多いんですね。まあ、要はここからここまでは結構速達の運用としてやってるんですが、ここから先はもう各駅停車ということで、燕のまあ代替みたいな感じになってるんですね。まあ、ただその中でも、熊本以南に通過駅がある便とかもあるんですね。新八代、新水俣、泉を通過する早いタイプの、ね、桜号もあるということです。で桜号っていうのは絶対九州新幹線管内は新鳥栖、久留米、あとは熊本は絶対止まって、あとは仙台も絶対止まるということになってますね。筑後船小屋ということで、筑後船小屋駅に止まる燕号は、まあ、大体1時間に1本ということですね。まあ、1時間に1本というのはおそらく新玉名、新大牟田も同じということですね。ただ桜が1日2本止まるということで、桜573号は、新大牟田も新玉名も止まるんですが、この桜569というのが、久留米の次がここで、でここの次が熊本ということなんですね。だから若干変わり種の桜ということですね。燕号で新大牟田駅に着きました。初めて降りるこの駅、果たしてどんな感じになってるのか見ていきたいと思います。まずホームなんですが、まあ、ホームは2面2線の駅ということで、まさに通過駅みたいな感じですね。こういう感じで、筑後船小屋とは若干違うということですね。駅のホームから駅前の様子を撮影しています。で駅前はこんな感じで、結構一軒家とかが立ち並んでるということですね。ホテルとかパッと見は見当たらないですね。で奥には山があるということで、ここは福岡とあとは熊本の県境が近くなっています。新大牟田ということで、まあ、時刻表はさっきの筑後船小屋とほとんど変わりはないですね。桜573が止まって、桜569っていうのが筑後船小屋に止まったんですけども、新大牟田に止まるのはその1便前の桜567になってましたね。改札付近ですね、こんな感じでまた若干、筑後船小屋とは違う雰囲気ですね。改札から出てみるとこんな感じで、筑後船小屋とはやっぱり全然雰囲気が違いますね。駅前にも普通にこんな感じで駐車場があるということですね。おー、ようこそ大牟田へっていう感じで書いてありますね。でじゃあ地図見てみましょう。僕は今新幹線の新大牟田駅にいるんですが、そこから大牟田は、鹿児島線の駅でここになるんですね。ここに行くにはどうやって行ったらいいのかな。新幹線の駅を出てすぐにバス停がありましたね。でこのバス停から、大牟田駅方面のバスが出てるっていうことで、今新大牟田にいるんですけど、大牟田駅っていうのが結構離れたここにあるんですね。
で本数を見てみると、大牟田駅がだいたい1時間に1本ぐらいあるということですね。ちなみに荒尾とかもあるんですね。まあこっちは本数少ないけど。新大牟田駅からバスで約15分、在来線の大牟田駅に着きました。距離的には約8キロあって、でバスで360円ということでしたね。じゃあここから鹿児島線乗っていきたいと思います。やはり大牟田駅前だとかなり都会ですね。こんな感じですね。大牟田から約20分で在来線の玉名駅に着きました。じゃあこの玉名から新玉名まで移動しましょう。多分バスになると思いますけどね。あ、来た。これが新玉名駅に行くバスですね。お待たせいたしました。このバスは1時30分バス。玉名駅から約15分で新幹線の新玉名に着きました。180円で来れたので、大牟田のバスよりかは全然安かったですね。じゃあちょっと駅周辺を散策しましょう。新玉名駅の駅舎でございます。なんかさっきの2つの駅に比べると若干なんか豪華な感じがしますね、新玉名。で駅の、すぐ裏側を見てみるとこれ経営電気がありますね。さっきの2つの駅にはそういう商業施設ってちょっと見当たらなかったんですけど、新玉名にはあるということですね。で奥にはあれカー用品店があるということですね。で反対側を見てみると今度はこっちは田んぼなんですね。いやーなんかね、それぞれ駅によって個性があって面白いですね。新大牟田は住宅街で、筑後船小屋はね、野原があったんですけど、こっちは田んぼということですね。新玉名の時刻表を見てみましょう。まあ本当にね、さっきの2駅と変わらないって感じなんですが、まあ、ただここに泊まる桜が桜565号ってことで新大牟田よりも1便前のやつになってるということですね。じゃあここで、この新玉名駅を通過する800系を撮影していきたいと思います。800系っていうのは九州新幹線用の車両なんですが、ほとんどツバメとして運用されていて、駅を通過する運用っていうのがまあ少ないということなんですね。なので結構リアルな映像になるかなという気がしますね。お、津波の方ですが N700 系で来ましたね。あー、800系じゃないんだ。これ鹿児島中央行きの津波ってことですね。で今回筑後船小屋、新大牟田、新玉名の全部で3駅訪問したわけなんですが、果たしてそれぞれの駅の、利用者数っていうのがどれぐらいになってるのかっていうのを、じゃあ熊本についてから発表していきたいと思います。さすがに JR 九州での、あ、いや、JR 西の運用なんだ。面白い。博多発の鹿児島中央駅なんですけど、JR 西日本の運用ですね。わあ、すげえな。ということで、ツバメ325号を熊本で降りました。じゃあ、駅の利用者数の、ね、発表をしていきたいと思います。まずじゃあ筑後船小屋から、筑後船小屋駅は1170人、
で新大牟田駅が611人、新玉名駅が640人ということでしたね。これらの数字は全て1日あたりの利用者数ということで、まあ、やはり、新幹線と在来線の乗り換え駅である、筑後船小屋駅は、それらの駅に比べてね、倍ぐらいの、ね、利用者数ということが分かりましたね。どうやら新大牟田駅がこの中で一番利用者数が少ないということで、西日本の、ね、新幹線の駅では一番利用者数が少ないという駅ということらしいですね。うん、まあ、ただ駅前はねどの駅もすごく面白いというかね、うん、特に筑後船小屋駅とかはね本当に駅前に野原があったりとかですごく行って楽しい駅だと思うんで、もし機会があればぜひ今行った3駅をね訪れてみてはいかがでしょうか。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご視聴を。おすごいの来たぞ、ちょっと映してこう。お来たー、まさかの七つ星。今日どういう運用なんだろう。博多鹿児島中央博多、博多に戻るのかなこれ。いやーすげえの見れたわ。おお、客さん乗ってっからまだ運用中ってことか。いや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 、運いいな。たまたまでしたね、こんな偶然あるんだということで、じゃあ最後にねまさかの出来事が起きましたけども、もしよろしければチャンネル登録をねまだお済みじゃない方はこの機会にぜひお願いいたします。じゃあこの動画はこれがいったら終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやーアイスカー乗ってみたいな、いいね、楽しんで行ってきてください。バイバイ。